パウリーニョ、ああいいトラップだ、シュートでいいんじゃないですか、かわしていってボックス内、中、向こうから工藤、これですね、逆転ゴール2対1、素晴らしいゴールになりました。やはり工藤落ち着いていた、まあ、ちょっと徳島の方はここでしっかり気持ちを作っていかないと、やっぱりこうフラストレーション溜まったまま崩れかけてましたから、はい、そしてこれで点決められましたからね。前半の最終盤、うん、アディショナルに入ったところで松本逆転ゴール、まあこれよく決めましたね工藤選手、おそらく逆サイドのあのサイドネット狙ったと思うんですけど、はい、